アニョハセヨジェヌンプリン将軍ユムニダということでね、今日は二つね、みんなにね、報告したいことがあるにだ。まずね、一つ目、なんと私プリン将軍 TikTok をね、運営してる会社から直接連絡が来たにだいやー、これね、びっくりしたにだよ。朝起きたらいきなりね、TikTok の何々ですみたいな感じでね、ご連絡が、入っておりまして、いろいろね、将軍のことをこうサポートしてくれるね、担当者がね、なんとこの度つきました。いやー、すごくね、嬉しいにだね。 TikTok の方からね、直々にね、そうやってサポートとかさね、あとはまあ担当していただいてね、いろんな今後どうしていくとか、そういうやりとりだったりとか、こういうイベントがある、こういう企業案件があるとか、そういうところも含めてね、こうサポートしてくださるみたい。すごい助かるにだよ。これね、やっぱ一番嬉しかったのは何かっていうと、まあ結構ね、TikTok って赤版も結構あるにだよ。まあ YouTube とかでもね、あるとは思うんだけれども、まあ将軍のね、アカウントがバンされた時に、そのね、だからプリン将軍としてその事務所にさ、今入ってるわけじゃないから、そういう時って大体事務所に言って TikTok に言ってね、直してもらったりとか、直接 TikTok に言って直してもらったりとかね、アカウント復旧してもらったりとかするだけれども、復旧してもらえるかどうかわかんないじゃん。だからそれがすごい怖いなと思ってね、一瞬でさ、そのアカウントがポンってね、そう、YouTube だったらなんかこう警告ついたりとかして、あんまり一発バンってないんだけれども、TikTok ってもうポンってなったりするから、そういうことがこうあったりとかしても、TikTok の方とね、こう繋がってることで、ね、復旧していただいたりとか、まあ、いろんなね、トラブルとかがね、あった時とかにも、そうやってね、連絡取って復旧してもらえるっていうのがね、それがすごくね、助かるにだよ。で、あともう一つの報告。これもね、TikTok なんだけれども、私、プリン将軍、TikTok のフォロワー、220万人突破にだ、マジ。そして日本ランキングは21位にだ、満点。そしてもちろん北朝鮮ランキング12位だ。これもずっと1位だよ。フォロワー100人ぐらいの時から1位だから、これは。同じ220万人の中にはね、ネオちゃんもいる2だよ。ネオちゃんとね、ついに並んだ2だよ。ちょっと先には、嵐さんがね、いる2だで、ちょっとね、ショッペってふいってね、ちょっと行きたいなーなんてね、思ってるんだよ。っていう感じで、まぁ、ちょっと年内300万人目標にね、TikTok の方もね、頑張っていきたいなと思うにだ。2000人かな ?2000 人の TikToker にライブ配信機能っていうのがね、付けられてて、もちろんね、将軍一番最初の段階からライブ配信 TikTok でできるようになってるんだけれども、何しようかなーっていろいろ考えてて、TikTok ってこう、結構海外の人とかも多いのよ。だからどんな企画が面白いのかなーとか思った時に、ライブをデュエットっていうか、ライブをコラボできるみたいね。面白いね。だから、海外の人さ、ね、海外のライブしてる人と、プリン将軍もライブして、一緒にこうライブするみたいな。言葉でやりとりとかできなかったりとか、ちょっとさ、ね、この感じだからさ、向こうの人がさ、うーんみたいな感じでさ、すごいびっくりしたりとかさ、ちょっとそういう企画ね、すごくちょっと面白いんじゃないのかな、っていうふうに思ったので、まあ、今後ね、今まで結構ね、YouTube のライブ配信っていうのを結構力入れて、まあ、やってたんだけれども、今後は結構ね、そのライブ配信っていうのは、まあ、TikTok、かなりね、力を入れていこうかなというふうにね、今までこう YouTube やりながらね、ついでに TikTok のね、配信流してって感じだったけれども、まあ、今後ちょっと TikTok がっつりね、生配信していきたいなと思うにだよ。もちろんね、YouTube も別ではやるんだけれども、まあ、結構 TikTok でね、やる頻度が今後は、おそらくね、増えてくると、思うにだで、まあ、結構ね、YouTube 見てる人ね、TikTok 見てないよっていう方結構多いんだけれども、TikTok の、アプリダウンロードしていただいて、将軍のことをね、フォローしていただけると、ちょっと面白いライブしようと、思ってるんだでね、ぜひちょっとお願いしたいなと思うにだ。以上、プリ将軍でした。将軍 TV 回せ。チャンネル登録しないと、ショソニーだよ。ショスといえば、私プリン将軍のね、グッズ販売サイトショスゾンがね、オープンしてます。いろんなね、商品あるので、ぜひよかったらね、皆さん購入しないと、ショスゾンということでね、よろしくお願いします。以上、プリン将軍でした。ご視聴カムサハムニーだー。